そして最後にキレイも 100% ガールズの一員として一緒に盛り上げていただきます。この方にご登場いただきましょう。全身全開全力でキレイも 100% ガールズプロジェクトを盛り上げていきたいと思います。はい、今回のこの100名、勢ぞろいしましたがいかがですか。いやすごい、なかなかねこうやってみんな100人が同じ衣装を着て、こうやって同じプロジェクトをやるっていうのは珍しいですよね今の時代。なのですごい私もいつも一人でやってるので心強いです。圧巻ですね、はい、素晴らしい。さあそして今回キレイも 100% ガールズということなんですが、直美さんはお仕事もしくは私生活で 100% これに全力っていうことはありますか。そうですね、やっぱり体型維持のために深夜2時のラーメン 100% 食べさせていただいております。深夜2時きつくないですか。なかなかねみんなは食べないと思うんだけども、私はやっぱり逆にね、逆にこの体型を維持しなきゃいけないので、はい、100人のイベントということで、はいはい、こうやって見ていかがでしょうか。いやでもすごい迫力があるイベントでしたよね。でも一人一人がねすごい個性があって、それぞれここに書いてあるのも全部違ったので、なんかすごい迫力のある楽しいイベントだったんじゃないかなと思います。表情を揃えようと思って、直美さんの顔を伺おうとしてもなかなかこう髪の毛で表情が見えなくてそっか、なんかちょっと苦労しました。これ地毛です。え嘘です、嘘ですこんな引っかかるこれはもうカツラですね。あと今日の記者会見大人多すぎて何言っても受けないっていう、結構ラーメンの下りとか受ける予定だったんですけどね、なんかみんな腕組んでなんかうんみたいな感じで、そんなにラムっていう。パフォーマンスが始まるともうやっぱオーラというかその表情とかその動きがやっぱ迫力がこっちもなんかおーってなるぐらいのものがありましたし、嬉しい、かっこいいなって、やっぱずっと憧れだったんですよ。え憧れ私に本当になんかその世界観を持ってらっしゃって、すごくしっかりした芯のある女性だなってなんか思ってて、だから昨日お会いできて本当に嬉しかったんですね。嬉しいです。ポップで可愛いイメージがあって、なんか前に一緒にビビの表紙の撮影もさせていただいたことがあって、すごいもうポップなアイコンというかだなと。あのファッションとかあのメイクとか美容もやっぱ女の子がの手本ってなるような方だなって思います。いやいや、そんなねもう皆さんがこう言っていただけるような人間でもないですし、本当にでもあの楽しくやりたいっていうのが基本ありますんで、あのいろんなね女の子たちのこの綺麗をお手伝いするあの脱毛の、ね、サロンでございますから、これから暑くなる季節肌を見せることも多くなると思います。皆さんぜひとも、ね、あの楽に脱毛して一緒に綺麗になりましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。